お疲れちゃんスラットです。今日はですねミラー8000度2日目やっていきたいと思います。ということでこちらねミラーデッキやっていきます。平均 2.3 超高回転ですね。ユーノーねちょっとゴルダイにしたいんで20万ぐらい課金したいです。誰か金ください。お願いします。よろしくお願いいたします。ということでやっていきましょうか。まあ、現在55かな。なんか前回の続きで、前回試合終わってから試合してないですね。どうだろう、動画外でトロ上げをするかどうか、このミラードのねちょっと悩んでいるんですけど、全試合負け作みたいな感じで動画上げるか悩みつつですけど、多分裏で勝手にトロ上げしてます。はい、ということで今回相手はメガニートヤナメはねスケからのトルネで元気度美味しくいっていけますね。さあ内側寄せてあげてピューン。さあトルネが壊れなんでね。でこれはあのちょっと待って言うの、あーやばい待って6号どこ行った、ちょっとだけ痛いですね。さあウッドでしばきながらメガナイトヤナメ大砲だけど、もうこの辺りはねなんだろうな、相手のデッキがやっぱ特殊なのでね、そこがねなんだろうな、立ち回りとかももうわけわかんなくなっちゃうとこな気がする。さあメガナイトバルキリーヤナメっていうね、反攻撃大好きやんっていう。よいしょ、さあコウモリ、ここは何も来なければもうこれにディガーつなげてあげるだけで美味しいっすね。いやー目が来ると、サスケで釣りながらステイですかね。これキング起動したからさ入らないんですね。素晴らしい、なんかもう毎回キング起動が当たり前になるかもね。なんか前回の動画でもめっちゃキング起動多分してた気がするんですけど、よいしょ、キング起動、トルネードの強み、ほんとキング起動することです。それ以外は、まあ、あんま強みないって言うとあれですけど、まあ、攻めトルネとか、まあ、トルネ強いわ。どっからどんくらいでも壊れてきたわ。はい。もう本当に攻めトルネもするし、まあ、序盤でトルネフィーバーもね、するよ、ということで。そういえばね、マジで、見てくださった方もね、いるかもしんないんですけども、歌手、まあ、歌手活動、音楽活動をしてるね、富田しおりさんという方、歌だとね、ナルト、アニメのナルトですね。で、いつも、一年、ナルト疾風伝とかなんか、僕とかがちょうど見てた頃の、なんか歌をね、そう、エンディング曲かな、をね、歌ってたり、してる方とね、めちゃくちゃすごい方です。はい。と、生配信をしたんですよ。多分、アーカイブ残ってるので、な、残っちゃって。まあ、わからん方もいると思うので、とりあえず見てみてください。めっちゃおもろいっす。トロはね、最多がマジで6200ぐらいなんですよね。なんで結構視聴者の方々と近いのもね、あるんじゃないかなと思いながら、よいしょ。さあ、これはさすがに勝ちましたね。オッケー。結構ね、うまいプレイ。いや、6000って、そんなにできるのっていうぐらいうまいんですよ。そう、なので、ちょっとアーカイブ見て、ね、その富田さんに皆さんもちょっと負けないようにとか、そういううまいプレイとかもちょっと盗みながらね、結構こう、なんだろうな、僕普段、こう簡単にキング起動であったりだとか、まあなんだろうな、当たり前のように言ってますけども、やっぱそういうのって、最初当たり前にわからないので、こうね、この僕がね、いつも通り、優しくね、教えてるね、絵が、見れますので、よければね、はい、生配信のアーカイブ、チェックしてみてください。なんか、コーチング企画、とかもね、なんか、やれたらな、みたいなのは思うんですけど、それこそ、僕の周りに、まあ、やっぱ、クララはしてる人、ある程度、おぉ、君もミラーか。ミラード対決ね。よいしょ。まあ、ある程度いるんでね、そういうのもこう考えるっちゃ考えるっすけど、コーチング企画なぁ、むずいよなぁと。そこまで、どうなんだろうね。相手の本気度次第みたいなとこありますけど、よいしょ。ね、北志さんとかもね、やってましたね。他のクララ配信者、YouTuber が。ね。何、いろいろ言われても、泣かないでくださいって。反論すんな。ああ、そこまで言っていいかな。そう。コーチング企画ね。まあ、あんまやってる人いないからね。ワンチャンとは思うんですけど。いや、もうミラーしたいだけやん。
めっちゃ手札積んでるやんちゅう。さあ相手がミラーをしてくるということは俺も負けじとやってく。さあプリンちゃんね、火力範囲なんで少ないように見えるんですけど、え天才かマジで。あはは、ごめんなさい、プリンセス16死なないんですよね。あー刻まれちゃう。さあ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 止まらんでしょこれ。ウッドで早めに絞りたい。お、いや相手の動きがうまっ。いや俺今何か言おうとしたんだよね。マジで何言おうとしたっけ。いやーそうだ、あ、みかん坊や理論があるんですよ、クラロワにはね。みかんさんの、まあみかん坊や理論というか、みかんさんがめちゃくちゃクラロワをね、まあ、分かりやすく説明してくれてる文がよくあって、まあ、よくね、なんだろう、他のゲームとかでも、やっぱ属性みたいになるじゃないですか。炎は水に弱くて、強いって言った方が分かりやすいか。水は炎に強くて、その水に対して木は強くて、みたいな、なんかよくあるじゃないですか。ああいうね、ポケモンです。わかりやすく言うと。はい。3つの属性が、こう、交互に強いよっていう。ね、最強が存在しないよっていうのがあると思うんですけど、クラロワでもね、範囲攻撃、単体攻撃、複数ユニット、この三角形があります。なので、それを知っとくと、すごいね、戦いやすいのかななんていう基礎知識をね、皆さん、ね、知ってるか、まあ、でもほんと始めた方々はね、なんだろうな、スケルトン部隊ミニペッカバルキリー理論です。はい、これみかん坊や論と呼んでます。僕はみかんさんの論です。スケルトン部隊バルキリーミニペ、これが三角形ですね。炎水木のような関係になってます。バルキリーはスケブに強いよ、スケブはミニペに強いよ、ミニペはバルキリーに強いよですね。はい、この三角形ね、覚えておくといいですね。まあ当たり前じゃんってね、思う方も知らない、いるとは思うんですけど、まあ改めてね、知っておくのはいいこと。待って。なんか嫌なデッキ引いたね。レイジ引くと嫌だよね、なんか。レイジ引いてさ、いい思いすることってさ、あんまないよね。いや、左振り向けよ、お前。いや、いい。ナイス？いやー、いいね。さあウッドで行かれる。まあ厄介なの引きましたよ本当に。小屋小屋ですね。でこのデッキはね、いや小屋小屋なのか分かんないけど小屋ですね。裏の施設とかに対しては対応できるんですけど、この手前のねオーブンとかはねマジ厄介なんで、ウッドでしばきます。壊れますね。でガーコもいましたね。ワーン、ハミがいる、ハミが。さあロケ砲、どんなデッキやねんっちゅう話よね。まあプリンちゃんウッド持ってましたね。ウッドで行かれるっすね。いやまあこれはさすがに後ろに下げた方がいい気がする。いやーマジでやばい、マジで強い。待って本当に負けそうなんだけど。あーこれねチート、オーブン来たらユウナで延命したい。君な正義のヒーローになれる。いやめっちゃいいやん、めっちゃ頑張ってる。ガゴか、ガゴ来たら逆サイディガコーだな。あーロケコちゃん、ガゴめんどいっすよね。ガゴが、あやばい、これ結構痛い。でも相手ウッドしか持ってないんで、あでっかいファイブも持ってました。待てよ、なんで負けそうなんや。いやこれはそろそろ攻めていこうぜ俺っていうところで攻めていきます。いやーいいね、このユーノの受けが相手少ないっすね。気づきました、相手ユーノ受けないです。いやマジでこのレイジホグがね、いやーレイジホグさ、これ待ってよ、近距離できないなんてことある？さすがにない。いやこれユーノの受けが好きしかない。いやーいいよいいよ、いやーいいよ、あこれ多分めっちゃ相性いいわ。おい待ってよ、いや待ってレイジ、あれ、いや近軌道できると思うんですけど全然できないな。近軌道じゃねえわ、ノーダメ。レイジかかってると滑り込みパンチしてんのかな。ねエイム良すぎん。さあまだもう順調ですね。まあ、昨日から負けてない。よろしく。
なんかでも気持ちこう負け作と似たね、負けたくないね、いつも負けたくないんですけど、当たり前ね、なんか負け作と同じようなねテンションになっちゃうね。さあ墓石、墓石打ってレアですね。墓石は基本タルババとかになるんで、ウッドが入ってくるデッキってないんですよね。あーキングギドしたかったな。うん、あれ相手ヤナメ空振るなんてことある？何やってんだ。さあボセちゃん、ガオちゃん、ディガー、ラバーでヤウッド、ラバーでヤウッドはヤンチーすぎん。さあシプリで削っていく。あーなるほどね。いやこれは結構ダルさんじゃない？だってヤナメウッドでキョスキディガーでしょ。まあプリンもコウムルも行かれるって感じかな。おーウィザードおじさん、いやリガーにしちゃおう。さあ一旦耐えて、耐えます。いいね、まあ、ガゴか何が来る。宝石、いやめっちゃいい、いやめっちゃいい。プリンセス M4、 あーこれおしゃれに金けど、おしゃれでもなんでもないんですけど、待ってやばい、一発入る、待って一発も入れたらダメなんですこれ。あ、一番クララにおいてやってはいけないことです。キング起動ミスからのダメージも切るっていう、マジ全てを失うトルネードでしたね。ヘッポコだよなんか俺、渋いな。これでもさトルネードあるからさ、俺キョスキをこの後にね下げてあげればいいんだよ。まあ、問題はねキング起動とかできてないから他が苦しい。オーケー、いいです。これはこっちでキングギドしたいけどな、これ同じ過ちを犯すな、これ一旦捨てだな。ういマジ暇なんで削ってきます。やばいよね、さすがにナメプすぎる今のウッド。何もユニットいねえよ。なんかねおじさんかいればやればよかったけど、いやーここは、あーやばい、え待ってガチやばい。プリン働いて早く。いやーめっちゃ強え、待ってえ俺金起動してない、うっ、ああやばい、見せられない、ちょっと待ってこれ見せられねえわ、あれ待ってくれよ、やべえなんだ今のね、寝起きでもねえのになんで、おやばい、これは本当に恥です。本当に見せてはいけないものを見せる、わーやばい、待ってなんか情緒不安定というか、なんかやばい、なんかでやばい、喋れねえもう今のは。マクサクだったら終わってるからね。やばいやばいやばい。今日だけ許してください、ああいうの。今日だけね。ああ、もう、落ちん。ああ、やばい。これ、プリンスの突進だけ受けたい。いやー、めっちゃいい。下がってもらって、はい。いやー、プリンス、バルキリーか。いや、でもさっきの負けるのやばいね。なぜ負けたと思います？ミラーウッドとかしてるからっすよ。いや、ミラーウッドしても負けなさそうだったけどな。いや、もう序盤にキングドミスってるのがね、ダメだったんですよ。もうキングドしてる手でもう常に戦ってるんで、やばいっすよ。もう、なんでっつって。はーい。そんなことするとコストないよ、あなた。6コス。ウィザードに6コス割くやつおる？ザップ使う。サプリン。スケブが来ます、俺の予想では。クローン、なんでー、なんでやねん、もう分かっとるやないか。これはなぜ、これはなぜです。読めてはいるものの、読めてはいるのにかかわらず遅い、大事件。
ただのおいでしかない。いや、まあ、最近毎日言ってる動画で。まあ、しゃあねえっすからね、これは。ね、なんだろうな、もう、そういう生理現象みたいなもん。ね、年取るのは。そういう運命ですからね。いや、めちゃくちゃいいザップだったな。やばい、待って、なんで？ちょっと待ってくれよ。あ、相手笑ってやがるな。しばくぜ。しばくぜとか言って。いや、マジでさ、今のは、多分俺悪くないんですよ。結構ガチで、レイジがかかってた。いや、レイジかかるとなんか、世界変わりすぎてやばいね。わー、やばい。いや、これ言うのミラーした方がいい気がするな。サスケと、まあ、やっぱゴリリすぎん君。サスケブかも来ねえ。どうする？いや、これもうスケブ絶対来るよ。あーん。姉さんやないかい。やばい。富田さんのね、呼び方が映っちまうな。そのね、さっきも言ったんすけど、生配信、ね、一緒にやらさせていただいた方が、だからめちゃくちゃ、なんて言うんだろうな。天然というか、なんか素でおもろいんですよ。なんて言うか、あれ見てほしいんですけど。キャラのね、呼び方とかがね、もうドッスンとか、ロボットとか、ファイヤーおじさんとか、ファイヤーおじさんはわかるんですけど、ロボットって、なんやねん。クラロワでロボットおると思って。うん、ペッカでしたけどね。ペッカロボットなんか言うて。おい、先つけばね、言うのが走ってと。いうことで、ちょっとその独特な呼び名がね、めちゃくちゃその楽しすぎてね、映っちゃいましたね。バル姉さんですね。はい。いやー、ちょっとレイジ負けたのが悔しいね。さあ、どんどん行くぜ。まだ5-5だからね、上げていかなきゃ、ペース上げて。ね。もっと上位で戦えてよ、オイラは。さあ、ディガー。メガゴー。まあ、ゴレラバー。ゴレラバー。いや、めっちゃ入るな、ディガー。強っ。500だよ。さあ、ゴーレム来た。いや、これはね、プリンセスいっぱい出すのと、序盤にキング起動したいねって感じかな。ただそれだけです。はい。まあ、ダクネだけしばければ、キング起動できるんで。まあ、あとこんな感じで、ウッドでね、寄せてあげます。いやー、あのベビードロは、痛いが、男は黙って許容です。いや、こうなれば、ゴーレムも全然止まります。で、今、ベビドラを割いてるので、なんだろうな。プリン出すと、まあ、ランバーかメガを送るわけですよ。このコウモリ連盟はできないかな。さあ、近畿道しない。いや、結構コスト使ってくれたっすね。で、近畿道できてるので、まあ、ここは、やばい！ヘナチョクウッディ。耐えれるっすね。痛いけど、一発ぐらいなりする。残れ！あれなんかな、マックスだな。いや、だから、ユーの今刺さるっすね。まあ、これ来たら、ユーのコウモリ D がポーンで一本折ってからの。まあ、左のタワーを残したい。ワンチャンケツゴレと被ればラッキー。被んなかったら、まあ、なんかユニット耐えてって感じで。陸内で、ここでしっかり攻めるのも大事ですね。ベビドラがギリ間に合わないと。さあ、8枚プリンまで行ってあげると。やりすぎか？まあ、やりすぎぐらいがちょうどいいっすよね。まあ、どうせ守れねえしな、なんて思って。いやー、守れないっすよね、さすがにこれは。僕がただの天才だとしても。一回冷静にね。これでいいんです
で、この後もう一本俺が取ればいい。いや、待って、あのコウモリ許さん。さあ、ウッドで、削りながら、こっちも削りたいね。これ、あっちのプリンセスに攻撃してほしいな。うわ、めっちゃいいやん、プリン。さあ、これがね、意外と、プリンセスの範囲が強すぎるがゆえに、守れちまうと。まあやっぱ一本守るのはね、どうだろうな、序盤耐えれてたらだけど、意外と渋い部分もあるので、まあ大型には21か。まあ21かな、ユーのコミュニティが強いんでね。ゴルナイだったらもっといいんだけどね。プリンセス盤面に溜まるし、陸系としてすごい優秀になるんでね。さあ、ウッディ。柱間。よくいるな、この名前。マルチの上位とかでもいるわ。柱間。使いやすい名前なのかな。量産型ね。量産型。さあ、ネクロちゃん。おい、聞いたじゃない。いや、さすがに金ギドだな。いや、でも、まあ、ちょっと痛いけど、まあ、これは金ギドし、あれのめちゃ痛いな、なんで。クラロワールある。なぜか知らんけど、守ってたらダメージが入ってる。いやーね、これは、この後のプリンもう一回延命してあげたいね。ディガーで、こっそり。受けがねえ、受けが。いやー、でも、キングギドマジででかいね、こう見ると。あ、でかいよ。いや、解けないんだ、それ。いやー、まあ、しょうがないね。まあ、でも、1500まで削れば熱すぎる。ネクロだね。ネクロウィザーのミルク。チンパやないか、おい。こんなんしかいねえな、おい。ウィザードダックプリミリビ。おーい、新鋭隊か。なるほどね。いや、これはプリンセス貯めたいので、あの、ミラークルーまで、ちょっとカード回します。いや、で、来てさえくれれば、まあ、あとプリンプリンで、別に何でも多分、なんとでもなるんで、マジで。結局ね、プリンセス場にいれば。いや、で、ここはもうガインはしょうがないですね。ガインは覚悟で、その後のダメージを、しっかり抑えていこう。ネクロが痛い。なんだ、ここは、陸受けない。まあ、ミニペッカかな。コウモリウッドで芝生。いやー、オーブン使ってくるのありがたいね。この後だって相手どっちかしか対応できないからね、これ。どう対応する?ファイヤー王子さんで両サイドか?あー!下手なウッドでしたね、今の。延命したかったな。いやー、これでも普通に後ろでいい。ミニペ君がいるので、まあ、プリンに2つ冴えてくれたら、冴えて欲しかったな。いや、でもプリンセスガチで強くね、これ。絶対下方した方がいいっすよ。っていうのを前なんか、あったな。プリンセス強くねって。誰か言ってた気がする。俺か?さあ、もう攻めまーす。ここはダメージを稼いで、あと逃げ切るプランですね。さあ、ケツプリして、まあ、工場にウッド取っとけばいいか。うん。おー、イェイ。いや、強っ。まあ、ユーノをね、ゴルナインに変えれると、ただただプリンセスたくさん出せるし、陸受けも強くなるし、強化でしかないので、いやー、ゴルナイン完走してーなーっていうのだけね、ちょっと思いながら、引き続きね、やっていけたらなと思います。さあ、今日は5600でやめていきましょう。次回も58ぐらい言います。よければチャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。